にちは、スカンディナビアリビングの橋場です。今日は、防衛無沿線のスポークバックソファーのお話を少ししたいです。フレデリッシャさんが、今回、出したソファーで、ソファー自体は75周年です。1945年のもので、当時設計された時に防衛無沿線とリス・アールマンさんっていうので、この、布を設計してます。一緒にデザインしてます。当時と同じスペックで作りました。このソファーの特徴というのは、小柄で、当時1945年戦後にコペンハーゲンの混み合った、住宅事情の、狭いアパートとかマンションのところでも使えるようになってます。この一つ面白いフィーチャーなんですけども、当時はこれセンセーションでしたよ。ここをこうやって、これが、革の紐なんですけど、こういうふうにやるとソファーが3人分になって、3人掛けぐらいになるんだけど、こっちは足を置くところで横になれてお昼寝もできます。もう一つのフィーチャーは、ここにこうやって上の方に上げとくと、ポッて、そうしましたら、こうちょっとリクライニングで自分のソファーとしてこうやって座って少しリクライニングしてる。これはもうとても当時は新しい考えだったんです。どう思いますか？これ75周年記念なんですけども、ぜひ、我々のホームページを見て、電話番号があるのでぜひお問い合わせください。今回はお話を聞いてくれてありがとうございます。